着のガチャ10万円分買ってみたっていう動画があったと思うんですけど、その景品あったじゃないですか、10万円相当の景品たち売ったろやないかいっていうことで、計10足になります。10足で、ありがとうございます。いくで。はい、いいんすかっていうレベルなんですけど。皆さんこんにちは、ボスです。今日はね、あいにくメンバーたちのスケジュールが合わなくて僕一人で撮影になります。今日は、大阪の心斎橋に来ております。で、まあ、今日の動画なんですけど、前回、前々回ぐらいかの動画で古着のガチャ10万円分買ってみたっていう動画があったと思うんですけど、その景品あったじゃないですか、10万円相当の景品たち、あれね、ほんまに邪魔で置くとこないんですよ。で、まあ、欲しい方いたらプレゼント企画でもしますよっていう話させてもらってたんですけど、全く欲しいっていう方も現れず、僕の倉庫がパンパンになってきたんで、もう売ったろやないかいっていうことで今日は心斎橋の方に来てるんですけど、まあ、今回ね、撮影にご協力いただくショップさんがユニオン3心斎橋店さんになります。この間のスネックスでもスニーカー購入させてもらったりとか、いろいろね、よくしてもらってるショップさんではあるんですが、まあ、ダメ元で動画撮らせてもらえませんかというふうにお伝えしたら、全然 OK ですよと許可をいただきましたので、今回動画回していけたらなと思っております。まあ、でもね、こっからが面白いんですよ。ユニオン3さんの方にはスニーカーいっぱい持っていくんでっていう話をしてるんですけど、何の商品を持っていくかっていう話は一切しておりません。なんで皆さん見てますよね、動画、あのバンズ、バンズ、コンバース、コンバースみたいなやつをこれからユニオン3さんに持っていくんですけど、どういう反応をするのかっていうのも込み込みでこの動画を楽しんでもらえたらなと思っております。前振り長いしも暑いから、もうユニオン3さん行っちゃいましょう。はい、ユニオン3心斎橋店さん到着しました。こちらです。今回査定していただく商品がこちらになります。じゃあ早速中行ってきましょうか。10足になります。10足で、ありがとうございます。これ、某古着屋さんがやってるガチャで、はい、10万円分購入した時の景品なんですよ。ラインナップやばそうですね。で、1個だけ A 賞っていうやつが入ってるんですよ、はい、で、あとは全部 B 賞っていうやつで、はい、10万円相当、10万円相当、はい、で、これが買取屋さんに持って行ったらいくらになるのかっていうのを今回検証していきたいと思います。じゃ早速お願いしてもいいですか。はい、じゃあお待たせいたしますね。はい、じゃあ査定待ってる間店内ちょっと軽く映させてもらおうかなと思います。ラインナップがすごいんですよ。まずベアボリックもめっちゃあるし、ジョーダン、ダンも何でもある。リーバイス、これも最近見えなくなってきたからな、この辺とかも夏になったら履きたくなるやつね。ボブシディ、まあ、比較的安いし、個人的にこのカレーダンスめっちゃ欲しいんですけど、今めちゃくちゃ相場が上がっててなかなか手が出せへんっていう、めちゃくちゃです。これとかも安いけどな、結構安い。これ安い、これとか今新品やったら6万ぐらいすんねんけど、ユーズドで多分1回履いたか履いてへんかぐらいで3万3000円で9ハーフやから、これは買いやん。これ多分秒で売れるで、9やったら俺買うんだ。これ安い、これほんまに安いわ。パッと言ったけど、分かる人が見たら多分分かってくれるやつ。この辺はレディメイドとかセントマイケルのコーナーですね。まあ最近流行りのね、セントマイケル。この辺とかも古いやつはやっぱかっこいいやつ多いんですよね。最近結構取り扱い店に増えてきて、マスに落ちてきたブランドではあるんですけど、セン
味は分からへんけど、まあ、セントマイケルは日本のブランドやから。海外向けに売ってんの。あ、これとかめっちゃ可愛い。これよく、うん、めちゃくちゃ、うん、これもかっこいい。まあ、この辺がエッセンシャルってことかな。うちの超定番商品。トラビスがこれこの間のエアマックス、ここでいいんすよね。このローカットこれめちゃくちゃ欲しいんすけどね。22万円。昔これ10万以内で買えたんですけどね。22万っすよ。でも俺のマイサイやし。これさっきの買い取りのやつが20万になったらこれ買いますわ。無理かな。無理です。まあ店員さんのお話だと最近ヒューマンメイドがよく動くっていう話だったしね。この辺とかこれはカウズのコラボのやつ。これとかめっちゃ可愛い。こっちがシクリームケースかね。ボックスボディロンティ3万3万。これも安いっすね。こっちにもベアグリップいっぱいあるし、この辺とかも。あ、これ安いよ。これはザ・クロムハーツって感じが。これ安い。これ新品で 49,500円なんですけど、これもちょっと前のシーズンのやつなんですよ。去年かな。で、これ今クロムハーツ値上がりして、今の定価がほんまにこんぐらいになってるから、これは安いっすわ。しかも L サイズなんで、これいいんじゃないですか。これはほんまに安いっすわ。これもマジでレアな、ね、オフホワイトとクロムハーツのコラボのやつ。しかもこれの XL はもう全然数出回ってないから、これはマジで。しかも11万やから、これも安い。これめちゃくちゃ偽物出回ってるから。これ前これ動画でこの偽物の心眼する動画上げてるんで、それもぜひチェックしてみてください。いくらぐらいになると思う、予想。予想、うん、がっつりほんまにリアルに予想すると28,000円。28,000円、はい、俺そんないかへんと思ってんの。俺ほんまに1個500円ぐらいで1足で5,000円ぐらいになっちゃうかなと思って。確かにその可能性も全然捨てきれへんし、もしかしたらさっきの22万が買えちゃうかもしれないっていう。それが分からへんから。これで仮に22万になったら、俺はあのプライダーの古着ガチャめちゃくちゃ皆さんにおすすめするから。このままやったらもうほんまにゴミしか入ってないよとしか言えへんねんけど、ここでお名返上できるかもしれへんっていう。皆さんこれ何か分かりますか、このシリーズ。これ何か分からんくて店員さんに聞いたんですよ。これ何なんすか。あ、これネイバーのやつですって言われて、あ、これ何もするんすかって聞いて、このおこたてこれ何もする思います。これ僕は正直最初3万5万ぐらいかなと思いました。では33万になります。値段が違う。バイク買える。もし今日の撮影が33万やったら、トラビスやめて俺このおこたて持って帰るわ。今マジ狙ってんのは俺正直これなんですよ。現実考えてブリストルのナイキのコラボです。理由は15,400円なんですよ。でなおかつちょっと古いシーズンのやつなんで、最近数出回ってないんですよね。これブリストルとナイキさん揉めてこれでもう終わっちゃったんですよ、このコラボシリーズ。なんで現実考えたらこの辺かなっていうふうに今思ってます。今日の買い取りが15,000円になることを、そうそう願ってます。ほんまにね、ラインナップもすごくて、この辺とかもシュプリームのボックスロゴもいっぱいラインナップあるし、キャップとかもね、いっぱいあるんで、ぜひ皆さん、このスリー新生橋店さん、来てみてください。はい、皆さん、お待たせしました。買い取り査定の結果が出たので、聞いていきたいと思います。お願いします。では、行くで。はい。はい。はい。出ました。え？いいんすか、ほんまに。まあ、最低っていう感じになります。え、いいんすかっていうレベルなんですけど、正直俺、1個500円ぐらいやと思ってたから。マジで、ユニオンスリーさん、やばいっすね。
古着ガチャを10万円分購入してみたら、あの売ってみたら2万円になるっていう結果ですね。でちなみに A 賞のこのこちらのスニーカー覚えてました？皆さん僕が騒いでたやつ、これがいくらになってるのかっていうの気になるでしょう。 A 賞で4000円です。で1個気になったのがもう1個4000円のやつがあるんですよ。あれダブル A 賞だったということでこちらの、ニューバランスがまさかの4000円っていう、まあ、これ新品なんでね、はいはい、あ確かにね、やっぱりニューバランスすごいね。ざっくり実測でこんな感じですね。ということでああいうガチャはやったあかんと。 A 賞でもゴミしか入ってないからほんまに名前は伏せるけどっていう感じっすね。でもこれこんな風にしてもらったんでこれはもう何かに交換します。ここで買って商品選んでいきましょう。じゃあありがとうございます。 ありがとうございます。2万円になります。ありがとうございます。買い物しよう。2万円になったから思ってたよりやって上機嫌ですね。めちゃくちゃ気持ちでかなって俺マジで5000円やと思ってたからほんまに。この2万円の重みこれで10万円の価値あるから。これ安い。状態がちょっと悪いんで昔やったら多分サクッと売れてたと思うんですけど今は結構落ち着いてますね。これとか結構レアっすよね。そうですね結構レアだと思います。これマジでレアだ。それめっちゃ気に入ってますね。俺これめっちゃ好きやん。これも可愛いよ。これ可愛くない？これっぽくない？ぽくはないですね。ぽい、ぽくないで言われたらあれですけど色は好きです。緑とピンク。これにしよっか。はい、これにしよう。それにします。手に入れたお金はすぐに物々交換するっていうのが大切なんでこれ着て帰るっすわ。ありがとうございますでこの T シャツ置いていくっすわ俺の汗だくのダブルあるバイトで行ってもらってるんで、はい、10%オフ。あ、本当っすか。1万2000円で。ありがとうございます。ありがとうございます。安くしてもらってた。1万2000円で。はい、ありがとうございます。ちょっとお預かりします。ありがとうございます。こちら、嬉しいとも。ありがとうございます。ちょっともうそれ、着替えちゃいます。良くないサイズ。サイズ的には完璧やと思いますよ。はい、かわいい。いい。はいはい。サイズ上でもいいけどな。いやでもちょうどそれぐらいがベストっちゃベストですね。うんうん、いい買い物しました撮影無事終了しました。まあほんまにねあんな商品買い取ってもらってもう大きいですわ。まあこうやってね商品も買わせてもらって本当にユニオンスリーさんによくしてもらってるんで皆さんもなんか買い取りなんか商品売りたいなっていう時とか服欲しいなと思ったらぜひユニオンスリーのね心斎橋店さんあと堀江にも店舗あるんでねぜひよかったら寄ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。